こんにちは。せーの、アリケンチャンネルです。今日はお土産をね、お土産を買いに来ました。今度ロシアに帰る。だから お父さんとかお母さんとか兄ちゃんの家族とか何か日本風なね、日本風和風じゃね、日本風ラザイフにね、買いに来たね。そうそう、買いに来ました。何か見てみましょうかね。いいアイデア浮かんだらね。もう見たことあるよ1年生でも2年生も何かあるよ。まあね、歩いてきた。あれや、とりあえず買おうか。買う、うん、ないよ。とりあえず餅しかなかろう。もちろん、行こう。本当はこのために来た。今ダジャレやロシアンジョーク。餅だけにもちろん。かー、久々に来たねあれあれ失敗したね、ちょっとね。かなりね。うん、何か私知らない。うん、びっくりした。ね、うん、全部しま。全部そう。一つだけちょっと。まあ一番大事なアイテムのは良かったけど。メガも。本当は猫のために来たけど。なんで？ね、お土産買えんね。お土産買えんね。うん、まあ、とりあえず持ち買おうか。ありがとう。どうぞ。あ、もらいます。よかった。もうそれだけで嬉しい。いただきます。うん、あ、濃い。焼きたて美味しかろ。美味しいね。ね。なんでこんなに美味しい。今お餅屋さんに聞いたね。土日以外ね。そうそうね。うん。あんた、あんたいらんちょらんやった？手めっちゃ汚れちゃうんやけど。おいしい？よかった。暑くないの？大丈夫？寒い。寒い？ああ。ちょっと寒い。ああ。重たいです。行こうか。まあどこも空いてなかったけど。スタバ空いてたりね。はい、みんなで。ペガちゃんなかった？あんた手めっちゃ汚れとうね。何触ったんぞ、学校で。ラッションペン。ラッションペンね。レオナ何買ったん？キッズココア。ココア？ココア。パパ、エスプレッソアファガードです。これめっちゃ好きなっちゃうね。ママ、ユズ？うん。どうした？甘い？あ、全然甘くない。開けるね。うん。ここ？シロップが入ってない。入れてない。ここ？うん、そうよ。気をつけて。あ、レオナもアイスかな？アイスも入ってる。お前すげえ目開けた、取れるぞ。めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。今までグズ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 言うとばってんね。すぐわがままばっかりね。わがままちゃん。でき夜も食べ行く。美味しいもの。何かな、あんたの大好きなの。え？オムライス？オムライス食べ行くわ。なかなかオムライスどこで食べ行く。オムライスじゃないの。ああ、そういうこと。あ、今日行くしよった。もうここのお土産は。用事がないけ、また明日別の場所に買い物行こうかね。うん、じゃあ行こうかな、ような。うん、買おうか。はい、それではお土産をいろいろ買ってきました。紹介します。今からレオナちゃんもいっぱい買ったね、お菓子をね。どうする、どれから行く。あ、まあ、いっぱいあるき、パンと出そう。ちょっと待って、これ結構大きいからびっくりするね。レオナ隠れる。これママでも隠れる。めっちゃください。買いすぎたかな。結構日本のお菓子とかね。それどんだけ。あの、お酒のつまみとか。まあ、行きましょうか。うん、はい。まずはね、お菓子もちろん。ビールのつまみはね、パパが好き。パパのお兄ちゃんが喜ぶよ。ビールのつまみ。これもビールのおつまみ。毎回ビールのおつまみ。ここにちょっとね、いっぱいあるから。ビールのおつまみ。そうね。あとはですね。レオナ、モルトーバイ。お土産。甘いもの。あー、カントリーマウね。これめっちゃ美味しい。美味しいね。これもビールのおつまみ。これも。乾杯店もね。ビールのおつまみ。マヨネーズつけて食べたら美味しいじゃん。そうな。うん。まあ、あとチョコレートいる。チョコレート、あ、チョコレートまだ組まないといけない。ちょっとこの、あの少なかった。
チョコレートでーす。抹茶系結構買ったね、なんか日本っぽいね。抹茶ね、日本はないから結構買った。これとか、またもう一個。これももう一個。あの、ママも、お姉ちゃんの、あの、奥さんもいる。これもね、あとですね、今回は自分たちやっぱ長いからそれお土産じゃなくて自分のためにどっちか言ったらカレーのルーとか、いや、自分たちのためじゃないで、あのパパたちとか、まあ、みんな一緒に食べるね、みんな食べさせてリアクション、そうそう、あとそれも取ろうかな、シチューのそれカレーですけど、あ、ごめんなさいこれカレーですねどこ行ったシチュー、シチューあの手前あったばい、こっちが、これシチューじゃないよ、違う、下、最初、一番最初のどっか、まあ、どっかシチュー、あーシチューでーす、これパックいっぱいある、もちろん、日本のパックね、あとなんか、これ、なんか変なパックあー、この間パパのママしたのね、あとこれ、お土産ね、これをめっちゃいっぱい買ってます、わさびのあれね、これも美味しそうやったっけ、ね、あとこれ初めて買ったけど、自分も使ったことない、クリーミー、これ美味しそうやね、美味しそうやった、このパスタで、そうそう、パスタもね、まあ、日本のなんか美味しそうなパスタもね、向こうで食べるやつ、みんな嬉しいからな、なんか綺麗にするみたいなやつ、これがお父さんの、私のパパ、お願い、いつもお願いして、あと日焼け止め、そうそう、あのプールとか遊ぶからね、日焼け止め買ってます、あとですね、はいはい、青汁です、あ、青汁ね、またこのパスタありますと、おね、お母さん、そうそう、おくん、おこんね、おこんか飲んでた、まああとパパが好きなスルメ、当たり前ね、これはママのやだ、美味しそうな美味しそうな、当たり前あったんやけどね、スルメあったんやけど、これ間違った、おお、どうですか、じゃあレオナでちょっと紹介して、どんだけキャリーバッグがね、キャリーバッグちょっとお土産だけで1個でいいじゃん、でもまだまだよね、洋服とかもいる、まあね、レオナ紹介して、いいよ、どうぞ、これがレオナのお菓子で、ああ、これがアレージャたちのお菓子、ああ、それママのね、それママね、ママね、これはレオナ、ばあちゃんね、ああ、でこれは誰の、レオナ、これレオナで、レオナ、ああ、これこいつでしょ、ほとんどレオナばっかりやね、ああ、どんな、でこれだって飛行機で食べない感じね。うん、ね。で、これ。うん。これもアレージャ。日本のお菓子ね。アレージャするダメよ。まあ、アリシャね、多分。アリシャね。まあ、子供いっぱいいる。友達の子供もいるからね。みんな喜ぶ。これ。わあ、いっぱいいる。これ。ああ、どうしよう。ああ、どうしよう。あれはね。食べるか、いや、2000円分しか買ったらいかんって言ったけど、あんた2500円ぐらいかかったやん、パパに500円返して、あ、返してお金、私も今度くれる、はい、たまらないけど、でもなんかこれで、これがおばあちゃんたち、うわ、やばい、すごい、で、まあこれでね、お土産やった時のみんなのリアクションを見ろかね、友達とか、まあね、ママとかお兄ちゃんたちとかね、喜ぶよ、うん、喜ぶよ、よわさび食べてほしい、わさび結構ね、これ結構いく、あ、辛いね、やっぱ ロシア人きつかろうね、わさびごと持っていったら、あ、わさびのチューブ、まあ、いつも持っていくよ、大体、いや、パパたちはあれやけど、友達の、まあね、うん、結構やばい、まあ今はね、普通に売ってる、今は多分普通に持ってると思う、わさび多分あると思う、だってお寿司どこでも売ってるから、あ、まあ、お寿司やあのロシアのだってお寿司のわさび全然微妙やな、そうね、偽物やん、あの本当の辛いわさびじゃない、こんな粉のまま持ってたらいいね、あー最高やね、あれ本当、あれ粉持っていこう、あれやばいわ、あ、粉のわさびね、あれ ね、あれやばい、まあ、このままです、びっくりするね、この量が、まあでもパックも結構喜ばれるね、化粧品系とかね、日本のね、パック喜ぶ、もちろん肌も綺麗やね、オリエさんの大好きなアジサイね、あともう一つのバラはこれも可愛いね、ちょっとおしゃれよ、なんかイギリスっぽい本当ね、なんか昔のなんかバラっぽいね、なんか、うん、あのイギリスのなんかお茶のコップあるやん、なんかあるっぽいね、
よし、まあ、はい、最後挨拶しようか。じゃあはい、はい、どうぞ座ってください。はい、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンポチッと押してオリケンファミリーに入ってください。それでは今日はバイバイ。